もしも、違う、もしもじゃない、もしルーキーの清宮がハムで4番でスタメン固定だったらシリーズのパート3と思うアザラシです。2月ねえ、2月だけでもこれ撮ってるのは1月です。1月っていうか、あのパート2撮った後すぐ撮ってます。だってセーブするのめんどくさいんだもん。ずっとこのままドリームキャスト起動状態でキープできないし、移籍した選手にまたあれだから、移籍した選手のあの整合性が合わなくなっちゃうから、パワーをつけるにはグアムですね。グアムいっちゃいましょう。1億5000万円グアム。投資は大事だよ。投資はね、大きく投資していこう。さあキャンプだ。日ハムはアリゾナキャンプ好きだよね。アリゾナなんでか、アリゾナって、ね、聞く聞かない聞く聞かない聞く聞かない。丁寧にいきましょう。まあどうせゆっくりやるしかないんで、まあ2月分を1月にあげましょうか。まあなんだろうな、キャンプ始まちょっと前倒しでね。で、あのオープン戦とかゆっくり試合実況見て、試合実況していきましょう。まず岩本勤めこんな感じです。まあまだ伸び盛りという感じで、低い能力上げたいけど、どう何伸ばせばいいんだろうなという感じもするね。丁寧にコーチングしていこう。ちょっと待って、まずちょっとお待ちを。はい、持ち出してきました。またしても持ち出してきました。こちらセガ公式もっとプロ野球チームを作ろうコンプリートガイドブック、また持ち出してきてしまいました。これを見ないとコーチの傾向がわからない。日ハムのコーチはあれ、森重和ですね。あの今中日の監督やってる森重和ですね。へえ、知らんかった、すげえ。で、森の得意なコーチングは森マミムメモ。森は体力を教えるのはあまり得意じゃないけど、球威と制球はいいって感じだな。ピンチもいい。変化球は森重和はシュートとカーブ、シュートが B、 カーブが A、 スローカーブが C でフォークが A。 変化球を教えるのがちょっとうまいね。カーブとフォーク、カーブとフォークとスローカーブも教えられる。そしてピンチが良くて球威と制球がいい。球威、せっかくだし変化球上げるか。シュートが教えられるし、スライダーはなかったけど、フォークとカーブ、スローカーブ。岩本は多分スローカーブ磨いた方がいい感じな気がする。あ、でもこうすると、みんなこんな感じのトレーニングになっちゃうぞ。で、関根も、これも変化球の多いピッチャーだから、これもそれでいい。黒木もそれでいい。金村もフォークがあるから、これでいい。これでいい。どうかな、ストレートが欲しいな、球威が欲しい。でもこの変化球トレーニングをするんだったら、はっきり言ってグアムに来ない方が良かったなって感じがするね。ミラバルっていいピッチャーだったよね。いいピッチャーでしたよね。立山も変化球かな。制球も欲しいけどね。まあこれでいこう。生駒、名前ちょっとしょぼすぎる変化球を上げておこう。清水も、まあ、貴重な左ピッチャー。変化球かな。原田は制球変化球かな。スライダーがもうちょっと欲しい。こいつは違うぞ。こいつは球威が伸びるから。
球威を上げていった方がいい気がする。球威というか球速も上げていきたいね。翔太、翔太は変化球もう一球種、チェンジアップとナックルどっちがいいかな。相手のナックルを覚えさせるか。相手のナックル、あまり向いてなくてもナックル。制球かな。いやまあなら変化球でいいや。やっぱチェンジアップかな。現実的に考えたらチェンジアップかな。こんなもんです。はい、野口文句なし。高打力のあまりの低さに、ちょっと待ってよ。ファイターズの打撃コーチは古谷秀夫って人、誰なんだろうな。古谷秀夫、左のコーダを教えるのがうまい。左のコーダが A 以外はしょぼい。盗塁と反応がいい。この人良くないな、あんまり。長打は、まあ打撃を教えるのは悪くないかな。左コーダが上がるし、コーダトレーニングしとくか。いや、でもな。まあ左コーダかな。せっかくグアム来てるのに体力練習できないのがちょっと悲しいけど。田口はまあ普通のキャッチャーだな。キャッチャートレーニングだな。サブ捕手としてこれじゃ心もとない。小笠原ですけどね、ちょっと思ったのはですね、小笠原サードに転向ですね。もともとサードやってたでしょ。コンバートサードにコンバート。一塁は清宮がいるからサードにコンバート、やめた方がいいと言われてもサードにコンバートするから。で、清宮はどうしようかなって悩むけど、こうだね。いや、長打だね。いや、体力と精神力。違うな。難しいな。清宮をうまく成長させるのはこの動画の趣旨だから。まあ若いうちは体力つけた方がいい気がするな。体力、まあ体力でいきますか。体力、若いうちは体力かな。古谷がね、あんまり体力トレーニングが得意じゃないんですね、これ見る限り。まあ B はあるか。古谷苦手なのは走力とバントだから、まあこれで、まあ、悪くはないな。金子誠はどうしよう。まあ守備の名手にするのも面白いけど、ちょっと高打が低すぎるから高打上げていくか。金子誠はこうだ。じっくりやっていきますよ、このトレーニング。飛距離は本来外野だけど、まあ走力分かんないからな。遠泳、これで体力とピンチを、チャンスが低いし、体力ももうちょっと上がるから、これでいこう。一人外野にしたいな。奈良原は代打要員っていう感じですね。ちょっと、まあ、あんまり期待できないけど、まあ、年が衰えてきた選手は、高打力とかが落ちにくいからね。落ちる短所よりも上がる短所で、上がる長所を伸ばしていきましょう。これもしょうがない。
田中健介を声優劇場していくためには守備、いやこうだかな、でも若いしなまだ、悩ましいな、若いから遠泳で行こう、守備練は後でいくらでもできる、いいよこれ、これいいよ、肩 C になってるけど現実は結構強肩で知られたらしいですけどね、井出はね、どうしよっかな、まあこうだかな、守備も悪くないし、まあセンターをこれでしっかり守ってもらおう、おバンド選球眼 C だからもう守備度外視だな、でも小笠原をさサードにコンバートしたけど清宮って EH でいいんじゃないのっていう気もしますね、清宮を DH で使うんであれば別に小笠原はファーストのままでもいいけど、ちょっと握手だったかもしれない、ここもやっぱこうだかな、あえて筋トレでいこう、確かこの西浦ちょっと待てよ、西浦ちょっとチェック、西浦は長打が上がったような気がする、ですね、西浦は長打ですね、高打はあんま上がりにくいわ、長打が上がりやすいので長打を上げていきましょう、よし、で石本は総力しか見どころがないから、総力見どころ しか見どころない割には結構高打力があるから、選球眼が C まで上がれば普通に打率3割ぐらい残せるバッターになるんじゃないかなという気もする、まあ守備でも泳いで、ここまで12分経ってますね、じっくりやってます、気がすんなよ、よし一人一人見ていきましょう、いい成果を上げてます、いいですねいいですねとしか言いようがない、どれくらい変化したのかこれじゃ分かんないんですね、ミラバル9位 B になったらもう圧倒的に抑えなんですけどね、圧倒的抑えなんだけどな、いや立山もいいな、これもうちょっと矢印のここまで差し掛かるくらいになってきたらなかなか打てない選手になるんですけどね、一個間、まあだな、いやあんまりいまいち、意外に使えると思うよこの翔太は、よしこんなもんじゃ野口のコーダを C にしたい、伸びなくてもね、これあと肩だけ B になりゃ、体力しか伸びてないぞ、大丈夫かこれ、金子いいよ、まあこれぐらいで十分スタメンスタイル使える、これ小笠原サードにしたの失敗じゃないかな、大丈夫かな危険だからこれ、森本これで体力 B になったと思う、これの伸ばしていられますね、まあ伸びないのしょうがない、奈良原に関しては田中健介も、まあ、体力 B になったんじゃないかな、これでまあ悪くないよね C だったっけで B、選球眼 D 選球眼 C だからちょっと低いなって気はするけど、守備は後々上だ、まあ、選球眼 B だから案外打率残せるんじゃないの、あん打率って出塁率はね、西浦はまあ結構代打の切り札として使えると思う、西本も悪くない、こんな感じでした、グアムキャンプ終了ということで、グアムキャンプ終わったら多分3月じゃないか、下手したら、うお、やっぱ3月だった、どうする、ここを一旦の区切りにします。もし清シリーズパート3、まだグアムの、待って、今言ったけどちょっと待って、次でセーブします。
もうちょっとですだけある。これなんで横浜スタジアムなんだろうな。横浜スタジアムかな、違うかも。やっぱ横浜スタジアムだよな。この辺にあのシウマイって書いてある。さあ、まあまださあって言ったけど、3月に入っての実況にするか、2月中に1回か2回ぐらいは上げといた方がいいと思うか。ウェルカムメール、こんにちは。今回からみんながこうして社長にメールを送れるようになったの。でもメールは次のターンになると消えちゃうから気をつけてね。それからメールが送れてきたときに自動的に一覧を出すか出さないかオプションで切り替えることができるわよ。そう、大島康則選手の振り割り振り、こんにちは。毎年3月には私が 1,2 軍の割り振りからスタメン、ローテーションなどの選手起用を決めます。変更は作戦室で行ってください。はい、業務連絡だった、業務連絡。じゃあまあとりあえずここまでということで、ここまでということで記録セーブ。非常にね、首を長くしている方もいるかと思う、このもし起用シリーズ。いるのかな、いらい。もうゆっくりやりすぎてさ、人が離れるんじゃねえかと思うぐらいにゆっくりやってるので、まああの気長に待ってください。それでも現実に合わせてゆっくり上げていきたいんでね、気長に待ってください。すいません。で、まあ、もしよかったらチャンネル登録してもらって、あの待っていただければと思います。もし起用シリーズね、いつ次いつ上げるのかは割と不定期なので、うん、興味ある人はチャンネル登録お願いします。卑怯かもしれんな。卑怯かもしれんな。ねえ、このデータを消すことになるな。3月1週。一回ここまでやったの、やったはやった。でもなんかセーブする場所がなくて、もう一回やり直しみたいな。よし。ほいじゃあまあ、これは多分、もし起用シリーズのパート3ですね。パート3。パート4から、まあオープン戦をゆっくりやって、なんとか4月に開幕するときに合わせてゆっくり上げていきます。ゆっくり上げていきます。もうそんなじれったいのやめてよっていうぐらいゆっくり上げていきます。ほいじゃあまた。あ、そうだ、キャンプのね、あのキャンプ始まったらさ、清宮のニュースとかバンバン出るだろうから、それをこうあの画面に映しながらやっていきます。はい、ほいじゃあまた次回パート4で、清もし清シリーズパート4でお会いしましょう。ではまた。